VS 嵐のボーリングパイプではプライベートでも仲の良い2人が対決。嵐チーム松本くんです。僕これから爆弾発言しますからね。そういうの本当にいらないよジェン、本当にいらない。もうすでに狂気的異変が激しくなってきて本当にいらない。小栗くんはサーフィン好きですよね。あんまり好きじゃないです。あ、本当ですか。サーフィンの時のことなんですけど、はい、慶応道でなんかちょっとありましたよね。慶応道で ね動揺して失敗。すいません、慶応道で何があったの。ちょっとね、慶応道でね、一度落ちちゃったんですよ。